晩は前髪をセルフカットしてハゲ散らかし人生諦めモードということで、今日はですねめちゃめちゃ大事なミーティングが一本あります。あ、ちょっとその前にみんな気になってしかないと思うから言いますけども、髪の毛今ペチャンコなのは帽子かぶってたから髪の毛ペチャンコであって、この後また帽子かぶるから多分気にならなくなるんで、もうこの辺にしといてください、私の髪型を見るのは。でこの後大事なミーティングがあるんですけども、そのミーティングがですね、なんと神奈川県の一番端っ側にある小田原ってところでやるんですね。で小田原ってちょっと頑張って移動したらもうすぐに静岡県なんですよ、あの富士山のある。でなんで今回そのミーティングをわざわざ小田原でやるかっていうと、その取引先の方が愛知県の方なんですよ。で私東京済みじゃないですか。で愛知と東京のちょうど中間地点に小田原があって、まあお互いその集まりやすいよねっていうところで今回その小田原で落ち合おうっていう話になったんですけども、いや待てよ、小田原ってもうちょっと頑張れば静岡ってことはこれ私の夢叶うかもしんないなって思いまして、実はですね静岡にめちゃめちゃ美味しいファミリーレストランがあるんです。デニーズとか、まあ、サイゼとかジョナサンとか、まあ、いろいろあるじゃないですか。ただねこれらのファミレスももちろん美味しいんですけども、静岡にしかないファミレスズバ抜けて美味しいんですよ。でなかなか静岡に行ける機会もないから、もうこの際小田原でミーティングをやるっていうことなんだけども、相手の方にもうその愛知からわざわざ小田原まで遠いじゃないですか、静岡だったら愛知から近いですよね、私そこまで行きますから、そこでミーティングしましょうって、まあ、お願いをして、今回私のこのエゴであるミーティングのついでに静岡のファミレスに行くというプロジェクトをですね今日は遂行していきたいと思います。じゃあちょっと出かける準備そろそろしましょうね。いや今回のミーティングはすごい楽しみなんですよ。っていうのもちょっと今年の冬から今まで以上に YouTube 集中したいなっていうことで、もうそれでミーティングしに行くんですけども、だから皆さんにね喜んでもらえるように頑張んないとなっていうので、ちょっとワクワクするな。オープニングからちゃんとアクセサリーつけとけばよかったな、どうせこの後帽子かぶるからっていうので何もやってなかったからさ。あーもうブレスレットつかない、つかない、なにこれかっさー、これなんだこれ、うるうる、あ本当にはまんないわ。よし、いった。私ピアスの穴開いてんですよ、ここ開いてんですけども、以前ねちぎれかけたことあって、だから怖いからちょっとピアスじゃなくてこういうのつけてます。こういうの普通にパチン止め、なんか最近つけてんのはこういうなんかデカめなんですけども、ちょっとこの後帽子かぶるから、これ帽子にガコンガコン当たったら、あとイヤホンにカチンカチン当たってなんかね耳が痛いから今日はこれつけない、こっちします、コンパクトの方。あとこれ時計、なんかアップルウォッチ6出ましたね、これアップルウォッチ5か、5だからさあんまり変わんないんじゃねみたいな感じで今回買うかちょっと迷ってるんですよね、多分買うかな。あとマスクしなきゃいけないですからね、めっちゃやだ、せっかく化粧したのに。うわぁ、緑のマスクか白のマスクで迷ってます。ちょっと待ってて、マスクと帽子、本当絶対皆さん前髪をセルフカットなんてやめた方がいいですよ、私みたいに人生に空白期間開けちゃいますからね。このマスクねします。うわやだ、本当マスクやだ、化粧崩れる、もうできればしたくないけどしなきゃね。あとこの前買った帽子、これナイロン製、これかぶろう、よいしょ、怖い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 、髪の毛がこれね、あでもいいじゃないですか、暗い、顔が暗い。じゃあ行ってきます。もうこうなったら誰も私を止められない、焼肉中毒だ、あれ筋肉中毒じゃない、ファミレス中毒。静岡にレッツゴー。やばい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 、ちょっと予定があって新横浜から今回は初めて新幹線乗るんですけど、やばい遅刻する、これ乗り過ごしたら30分後になっちゃう、やばい、切符落とした切符落とした、切符落とした、え、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、すいません、え、乗車券ってなんだよ、あーマジか、やばいやばいやばい、え、これ何番組だ、あーぶねー、
録画者でどっちですか？ありがとうございます。会う人たちも様々な目的を持って静岡に訪れてると思います。実家に久しぶりに帰る人とか、仕事で来る人とか、その中私がもし、あなたはなぜ静岡に来たんですかと聞かれたら、私は堂々と言いますよ。ファミレスに来たってね。これで出れるのか。あ、出れた。イエーイ、初静岡。今これ静岡駅の中です。めっちゃ綺麗。やっぱさすが新幹線の駅だ。めっちゃ綺麗だ。広いし、こんな感じです。イエーイ。すいません、今日よろしくお願いします。もう今ちょっと動画回しちゃってるんですけど。どうですか、美味しいですか？そこめちゃくちゃ美味しいですよ。本当に美味しいです。びっくりしますよ。ファミレスのレベル超えてますか？あ、超えてますね。間違いない。もうファミレス行けなくなると思います。ファミレスなのに。ファミレスなのに。他のファミレスは行けなくなると思います。楽しみすぎる。ここですか？セノバ。ここです。セノバ。今から目的地の5階に行きます。イエーイ。ここですね。ここです。お店の名前が炭焼き創薬ハンバーグ。皆さん、なんと10分で案内してもらえるらしいですよ。イエーイ。わ、すごい。あ、あそこで焼いてんだ。やばいやばいやばい。ちょっと見ていいですか？すげえ。ファミレスじゃない、あの肉片は。やばい、肉片がやばい。このハンバーグがめちゃめちゃ美味しいファミレスなんですよ。ファミレスっていうか、もう本当になんかびっくりドンキーみたいな感じですよね。ハンバーグレストランみたいな。専門店ではないけど、まあまあまあ。で、価格帯がファミリーレストランっていう。そうですよね。じゃあちょっとメニュー見ていきましょう。すごい、これ 250g で原骨ハンバーグ。これだ、美味しそう。やっぱ声が広がった。すげえ。肉汁がすごい。ソースの花を収まりましたらお召し上がりください。はい、味を少しなっておりますのでお召し上がりください。どうですか、これが原骨ハンバーグです。見てください、これが原骨ハンバーグです。イエーイ。うわー、すっげー。中が真っ赤。見てください。どうですか、お味は。カノさん、やばすぎる。なんじゃこりゃ。すごい、なんかオニオンが
効いてて、で中がちょっととろっとしてる、なんか弾力あるんですよ。普通のハンバーグってサクっていくじゃないですか。なんですかこれ、なんでこんな弾力あるんですか、なんだこれ。やばい、ご飯が進む。赤い赤い赤いよ、いくよ。柔らかっ、おいしい。なんじゃこりゃ、私こんな褒めないんですよ。いいですか、よかったですよ、聞いていただけて。イエーイ。こんなに赤いんですよ。見たことありますか、こんな赤いハンバーグ。待てか、幸せすぎますねこれ。もし私が静岡県民だったら週8できますね。でこれは乾杯ドリンク、山ぶどうソーダです。これじゃあ乾杯。なんすかねこのテンションね、私もよく分かってないんですけど。1人だけです。そうですよね、カノーさんだけ、カノーさんだけそのテンション。めっちゃうまい。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。イエーイ。今回の動画が少しでも楽しいって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あと最近インスタグラムもやってますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。いや、めちゃめちゃ美味しかったですね。もうシェフの人にご挨拶ってできるんですかね。それはできないかもしれない、うん、それはやめた方がいい。そうですね、やめた方がいい。